やり直し。え？このままじゃ数字が分かりにくいし、趣旨がずれてるわよ。前に同じこと指摘しなかったっけ？え、あ、そうでしたっけ。森山はこの会社に入って何年経つんだっけ？あ、4年目です。全く成長してないわね。すいません。明日の会議には必ず終わらせてね。はい。なあ、主任また厳しくなったよな。仕事はできるかもしれないけど、あの性格じゃな。40過ぎてるし、結婚できないの分かる気がする。いや、でもスタイルは良くないか。スタイル、まあ確かにあの巨乳は揉んでみてえわ。でも付き合いたいと思う？いや、思わねえな。まあセックスぐらい一回やってやってもいいけど。何この上から目線。でもセックスしたら即結婚とか求められそうじゃね。ああ、確かに。もう今期逃してるもんな。ね、そう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 。森山。はい。あなたの担当しているウィルコーポレーションから大クレーム入ったのよ。え、マジっすか？工場に発注かけたのはあなたでしょ？はい。あ、すいません。とにかく今から私と先方に謝罪に行くから。あ、はい。すいませんでした。結構お酒飲まれるんですね。飲まなきゃやってられないわよ。あの今日は本当に主任にご迷惑をおかけしまして、本当すいませんでした。もう謝るなら成長して結果を出しなさいよ。はい。ねえ、森山も飲みましょう。はい、いただきます。はい。すいません。で、そこで僕があのトイレに行こうとしたら、ハゲたおっさんと、あのちっちゃいおっさんと、いろいろなおっさんがいたんですよ、まだそこに。終わりです。面白かったですか？いや、つまらなすぎて笑える。自信あったのにな。あ、なんか主任の笑った顔初めて見たかもしれないです。それは笑うよ。いや、もう初めて見たと思ったんですけどね。いや、なんか笑った顔も素敵だと思いますよ。すいません。ですよ。森山が飲ますから。いや、そんな主任が勝手に。
事です。あ、主任、大丈夫ですか？あ、今、ちょっと待ってくださいね。ダメだ、ますます我慢できなくなる。ここは帰らないと。そろそろ帰りますね。ねえ、はい、私って女として魅力ないかな？いえ、そんなことないです。魅力的です。それ本音なの？もう我慢の限界だ。本音です。すみません、お疲れ様です。お疲れ様です。お先します。主任、業務報告書をちょっと確認お願いします。はい、OK、いいわよ。ありがとうございます。主任、この前のことですけど。え？もう忘れてよ。あの時私も酔ってたし、それにあなたには彼女もいるでしょ？まあそうですけど。でも久しぶりだったから気持ちよかった。え？ほら帰りなさい。そうね、この辺車体変えた方がいいかしら。あ、ここですか？そうだね。わかりました。あとはもう少しこの辺分かりやすく、直した方がいいかな。直しちゃって、分かりました。そうね、あとは大丈夫ね。分かりました。じゃあ言われたところも直しておきます。主任、はい、すいません、ちょっとよろしいですか？倉庫のちょっと在庫の数値がちょっとなんか合ってないみたいなんですけど、ちょっと見てもらっていいですか？どこ？あ、ちょっとここなんですけど、今月の売り上げはかなりいい感じで伸びてるわ。みんなが頑張ってくれてるおかげよ。この調子で頑張りましょう。はい、はい、じゃあ以上でミーティングは終了よ。業務に戻って。はい、はい、ちょっと行ってくるね。はい、いってらっしゃい。でも主任さ、最近すごい優しくなったよな。コンタクトにしたらもあるけど、なんかやたらと色気出たよな。絶対彼氏できたよな。もっと早く気づいてればな。僕と関係を続けていくうちに、確かに市川主任は変わっていった。はい、わかりました。まあ、大体こんな感じかな。了解です。森山呼んでくれないかな。あ、
はい。あ、車。え、あ、失礼します。あ、何かご用件が。今新規の店舗があるんだけど、はい、これを元にリストを作っていこうと思う。はい、ちょっと目を通してみて。お疲れ様です。お疲れ様。まだ残ってたの？はい。主任。なんで僕を避けるんですか？そうね、森山には彼女がいるし、私と関係を続けたってしょうがないでしょ。でも僕、主任のことが。ねえ、ちゃんと彼女と付き合ったら？僕、彼女と別れます。え、それ本気で言ってるの？はい、本気です。私別に森山に恋愛感情なんてないわよ。私たちセックスするだけの関係でしょ。そうでしたけど。こんなんだから私結婚できないのかも。俺、主任のこと絶対好きにさせてみせますから。そう、期待してるわ。資料がちょっとできたんで確認をお願いします。はい、 OK よ。 ありがとうございます、どうしてじゃあお疲れ様。え、どうして？主任は僕を避けていたことに初めて気づいたんだ。